反対される方は結構多かったですね。理解増進法を作るべきだっていう意見は、あのででよかったんじゃなかあのそれぞれあの、そこに反対される方はいなかった G7 までになるとかね、そういう形で期限を、えー、区切ってやるということ自体ね、意味があるのかと、もう少しこれ、社会の根幹、えー、家族そのものに関わる問題ですからね、そこは慎重にやるべきだと。自民党は、 理解増進法案について2年前にまとめた原案に新たに不当な差別は許されないなどの文言を盛り込みたい考えです28日の会議では法案に差別を明記することへの慎重意見や期限を区切らずに議論すべきだといった意見が相次ぎました来月8日に再び議論する方針です自民党は党内の議論をまとめた上で 野党側の合意を取り付け来月前半にも国会に提出したい考えですが来月の G7 サミットまでの成立は困難な見通しです。